あ、今回はね。どこから乗る、どこから乗るとか、うん、さっきあったじゃないね、試乗する場所。ああ、そうそう。歩いてくる時にあったじゃん。警備員さんが立ってたりする。だからこれ飛行機と同じで、ほら、ディズニー。これは走るけど、実践してるそうでしょうね。まもなく車両がタイヤでの走行に移ります。山梨リニア実験線には営業線と同等のさまざまな施設が備えられています。最大40パーミルの勾配、最小半径8000メートルの曲線での走行を行い、安全性、安定性の確認をしています。曲線区間では、走行路を傾斜させることで、車両に働く遠心力を打ち消し、安定した乗り心地を確保しています。地上走行に移ります。
く時速500キロです。走行に移ります。
ただいまの走行でおよそ40キロの距離を走行しました。来た、もう来た、すごい、来た来た、おー、